さらさら裏たくまですよね、裏たくまですよね、もちろんもちろん、裏たくま取ってくれると任せてくださいよと、もちろん裏たくま、いや昨日大会前にモア、はい、さんとか言って裏たくまの性能でかってっからマジ分からせっからとか言ってて、あ、なるほどね、そういう話なんだ、ほんとこいつ裏たくまの性能で勝ちやがってとか言って、いやどんだけ強いキャラ使ってるか分からせてやるよっつってたんであ、なるほど、木の人が、まあ、もちろんね、やってくれるだろうと、まあ最初で取ってくれてるんでね、もうキャラを、確かにだいぶキャラを変えてきてるんですけど、もうセス大丈夫大丈夫、なんか保険に入れましたみたいなパオが光り輝いているこの先方ら先方からたくまといったが、はい、大将でした。さあさあ、まあ玉キャラきついんで、裏剣数はどうするか、投げていく、まずはお前うまく前転してる、たくまも遠距離 B が超きついんで、その前に入りさえすれば結構剣数のペースは保っているのだが、ね、うん、さあ見られている、見られてますね、さあ攻撃きついぞ、つけ合わないと、まあゲージがないうちに近寄っておきたい、見切った、さあ確定して、さあ体力は若干剣数、これで剣数有利、投げる強気ね、強気の投げ、暴れてるぞ、あ、この人コンボはできない、安い、暴れてるずずし早出しで、しゃがん、しゃがってる、なんでしゃがってが通ったし今のしゃがんでしゃがったんだ、さあさあいいぞいいぞいいぞ、はい、裏たくま弱え、まあコンボができないんで、確かにコンボできない、コンボできなかったんで、しょうがない、はい、さあ問題このセスっすよ、これ死ぬんじゃないですか、これ大丈夫ですか、セスって本当強くないですか、このゲームマジですか、早出しに弱くないですか、セスバカみたいに、え、早出しに、いやまあなんかあー漏れたと、あー漏れた と、さあマックスが入って、結構減るんだよ、これ結構減るんだよ、減ったー、はい、早出しに弱いっつってもなんか戻ったりとかしてめんどくさいんですけど、めんどくさいっすね、でもうん、だからペースを逃げられ始めるとぐちゃぐちゃになるから、それが結構めんどくさい、うん、判断が追いつかない、うん、なるほどねっていう意味で、さあゲージも溜まってるぞ先生、うえ、え、まあまあ普通っす、あれは普通っす、クラウテどうなってんのあれ、取るやん、まあそうですね、腰が下がってないってよ、あ、なるほど、はい、ラーメン足から脱出してラーメン足追い詰めていく、投げて、あー汚い早出しから、あれっすよ裏の場、汚い早出しね、もうみんなも早出し、下もう下食べてるから、もう今テリテリと相打になったじゃないですか、あ多分そう、テリテリと相打になるとなんかダイヤシが入るじゃないですか、いろいろそうそう、途中投げから、まあ、まずはゲージ1位に入って落としていく、中段ゲージを回収、アッパー、さあできれば上を削っておきたいが、上を取っていく、十字架で戻ってきたしゃがみに、だけだ中段と、おっとボタン間違えた、お前なんでこのゲームやってんだよ、サイクボール取りゃ姿勢低い、早出した強すぎる、あー踏んでいく、あ塾長さんが来た、おう、お塾長さんおはようございます、さあてかタクマ対パオですけど、これかなりパオが終わってるんで、どうなの、さあもうどうしようもないです、後継だけど終わりっす、あーきつそう、どんどん向かってっけど、ダメージかかってんの、いやでも仕方ないっす、もうなんか運転するしかないんで、やっぱり、あーなるほど、あーあー見てた、こいつ見てる、こいつうますぎた、うますぎる、無理、ただ無理ゲーでしたね、はい、無理ゲーでしたね、昨日もなんか同じような場面見た気がする、あ、そうなんだくぐりマックスリュウコっていう、さあ YD さんとフェイトシン、さあ YD さんが座っているもん、さあ YD さん座った、あ、いいぞいいよいいよいいよ、どうぞ
さあ YD さんはいつも通りなんだろう。 YD さんシャンフェイ入る。さあ浦作間対決となるのか。浦作間対決ですねこれはね。 YD さん1番で浦作間よく使うんだけど、あ、まあ、ハイデルンがどこに置かれるかなーって1番に来た。さあさっきも見ましたが結構これ球が相当きついので今回勝てるのか。あ、まあやっぱまああのキさんのね浦作間とは熟練度自体が大きく違う。まあ今後多分できると思うんで。あ、そうですね。やってないと。さあやってないことはないんですよ。確かに自分が絶対手で押してるから出してなら出ないっつって。ああもうガクラッチがないんだけど。これもう無理だ。ほら苦しい苦しい。どうすんのこれ、まあ、このキャラはいいんだけど、このキャラはいいんだけど離されたきついっていう。そう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 。さあ苦しい苦しい。ああ苦しい。うまくめくって、おお見切った。乗っかっていく。はいダメ。あーあーどうしてる。チェスト苦しい。割れちゃう割れちゃう。ああ早い。さあ翼できた。 YD 主勝利。さあ裏ロボットだ。裏タグマっていうのはどうなんですかブリーさん。一応裏ロボは玉キャラが結構めんどくさいんですよね。そのやっぱり垂直ジャンプして龍神脚とかそういうのでごまかすしかないし。ああなるほどなるほど。やっぱりそう考えると裏タグマってかなり強いんですねこのゲーム。いや蹴らしたかった。一部キャラにはいけなんか嵐系のキャラにいけるっていう感じの。まあはい、そうですね。後継にも効くとするキャラに相当いけると。あの裏ロバとかきなことかも結構きついじゃないですか、はいはい、あ当たってないぞ。ラドシート構えてる YD の裏拓磨取りゃ。いやー食らいません。前へ生当て。さああとはないぞ。無理だろう。まあ無理無理。あでも裏拓磨の性能であれば。あーダメだった。急にきつくなったところで。確かに あの一瞬の心の折れ方っていうのは結構危ないもんがあるな、うん、ここぞで出したのに。さあ YD さんよく知っている。明日は好転だぞとよく知っている。知ってる。まあ同キャラの背骨折るかのごとのチェストを決めて一本取り返す。まあここからキャラパワーでね押せるんじゃないかと。シャンフェイはいけるんですよね。いや全然知らないです。どうなんだろうね。ジャンプが速いから結構シャンフェイ側もいけそうなイメージですけどね。結局後継を飛べるかどうかなんで。なるほど。飛べないとやっぱり大きいジャンプを使わざるを得なくて。いや連携でどんどん押し込んでいく。いや止めてますね。いやー逃げられない。このキャラきついんですよね。あーユリウム使って。いやーコンボが出ない。使ってないのか使ったのか。わあ、相打ちしてる。相打ちになっちゃうか。相打ちでしたね。勝ったのは YD。 さあフェイトシンがこっちをアピールして座ろうとしている。フェイトシンの名前はプ？プさん実況よろしく。あ、そうなんだ。プさん実況よろしくって名前ですねこれ。さあプさん実況よろしくは座って。てかフェイトシンこのゲームやってんのか。俺と一緒でやってないんじゃないのか。俺と一緒でやってませんと。僕は強いコメント。僕はこの方のことよく知らないんですけど、プさんどういう方ですかこの方。まあ、プさん実況よろしくお願いします。さん正直よくわかんないんですけど、まあケンちゃんケンちゃんと煽られてますね。ケンちゃんケンちゃんよくケン。あ、攻撃屋さんでデチオさんを倒した。あ、確かにね。え、闘技予選であの、あの世界のデチオに勝ったんですよ。遊びは俺だ、やろうじゃねえや、やろうじゃねえや。遊びは俺だが刺さって、マックスです。やばい。で、デチオさんのマジアに勝ったんです。やばい。デチオさんに勝ったとこ行って。そっからフェイトシンがついたんですよ。あ、なるほど、神がついた。はい。あの世界のデチオに勝った男って。いやー、やばいな。やっぱり、証拠必要ですからね、あのクラスに勝ってたったらね。はい、うんじゃ勝てないんでね、もう、デチオさんのクラスになっちゃうと。確かに。フェイト氏の実力がブラフではないと。そしてズネさんもフェイト氏のジョンはヤバいと。ゼロですからね。まあ昔の話です。昔の話ですけど昔の話ですけど過去の話ですが、フェイト氏のジョンがヤバいっていうのは昔の話です。なるほど。チェンバーと言ってるが、まあ、はい、浦拓磨の球を結構うまく処理して、ちょっと危ない感じになってきたが、結構おお弱小流。
そこ攻めなきゃダメだと思うんだけど俺は。攻めなきゃダメだと思いますね今のは。まあ、やってないから俺はどなたかも勝ってるでしょうね。さあやってないからカンカン鈍ったか。カンカン鈍ってますね。体力ゲージも見えない。で、で、で出てくるのはユリ。ちなみにデサマを倒した時のチームじゃねこれ。多分。あそう。多分。あ。デサマの時は初手がバイスと。バイス。バイスイオリ？じゃあ、あ、バイスジョンイオリと。あ、イオリじゃねえ、強化。いや、このゲームのイオリって結構強くなってると思うんですけど。俺弱いと思います。無印から比べたら。他だけでは強くなりすぎててやばいっていう。ああ、そうなんですけど。結局、やっぱ無印から戦いたいね。だから。まあまあそうね、結果的にはね。なんか昨日も闘神のイオリが M ダッシュの警護内に丸焦げにされてて、超きつだった。え、無印で？いやいや、これで。ああ、これで。もう丸焦げにされてて、やばいっつって。俺は結構いけると思うけど。あ、そう。いける方っす。いける方なの？いける方、全然いける方っす。いけなきゃ多すぎだから。丸焼きにされてたけど、無理無理無理。あの怪物無理だから。やべえな。もちろん超表選択。ああ、ギリギリ倒しきれない。はい、めくりに行く。こすってる、この人。確かに。チャーファミアガンこすり。体のどっかに当たってくれーと。で、ああ、絶賛のジョンですよ、これ。ジョンだ。ゲージもしっかりありますよ。確かに。おぉおぉ。体が熱いしね。登ってくる。キャンペーンとか、結構レアなもんが見えたんですけど。ましたね。おしゃれクタイクで。エンディ、エンディ、エンディ。エンディ強いっすよ。エンディ強いっすね。結構強いっすよ。ヘルシー。あー、クシャンヘのエンディも強い。お互いやり返していく。まさかのエンディに方向転換かかわしていく。このさえ。クタイクだ。クタイク生活で投げる。うやめなの、おー、ナンバー早い。ダブ回避すげえ早いな。まあ16クレなんで。早すぎだろ、おい。クリザリットとシャンヘイが16クレです。ゲーム最速っす。次が18とかですか。え、あ、アンヘルとかマキシマ18だから。18でしょ。うん、早すぎだろ。ね、アンヘル早いの。すげえな。ゲーム最速っす。クリザリットも早いんで、はい、16なんで。カイジの体力は満タンだが、これ、カイジの攻撃なんで。ええ、はい、はい、ハイジです。ハイジ強いっすよ。ジョンにも相当有利なんで。あ、そうなんだ。やべっす。ラルクダにも有利だし、ジョンにも有利だし、マチアにも有利だし、ああ、そこは有利じゃないか、マチアは。やっぱ、これ、タマキャラ系は結構、うん、近づくと強いキャラにすごいきついんですよね。まあ、デルのジャンプシーンのめくりがなければね、多分いろんなキャラが勝てそうだけど。キャップと、キャップ大人塾長の3択。キャップ大人塾長の3択。さあ大人が座る。エントリーネームは目の上のタンコブ、目の上のタンコブさん。これはまさか、うわ、なんか久しぶりに見る人がいる。ああ、久しぶりっすよね。これはディスっていきますよ。この人物についてはうちは懐かしいっすね。四つん的に四つん何がしなんとかっていうのをやってたその昔2003年くらいに。確かに2002から配信してましたからね。そう何年前だな、まだ9年くらい前だぞ。確かに9年くらい前だ。9年前だ。やばいやばいやばい。早く老害は倒れてくれ。あ、そうなんだ。老害倒れてほしいの、マジで。いやいや、他の人はいいんだけど、こいつだからちょっと。あー、なるほどね。こいつはちょっと許せないんで、僕は。パチパチしてて、パチ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 しやがってよっつって。はい、いいよ。翻弄してくれ。あい、あいじゃん、強すぎる。はい、まあ、YD さんさ、別に応援しなくても勝手に勝っちゃうよ。いやいや、そう、俺が応援したって事実が残るのが大事なわけであって。あ、そうなんだ。そうなるほどね。あとネタになるからさ。まあ、これは裏剣数ですね。やっぱり裏のが強いですね、やっぱね、この剣数は。あ、そうっすね。裏のが多いですけど、まあ、強キャラにいけるのは裏なんで。あ、なるほどなるほど。ただ裏はなんか弱いキャラとかに勝てないですよ。え、弱いキャラに結構勝てない。アテナとかにもきついし、やっぱ弾がきついってことか、弾に弱点が多いっす。ああ、なるほど。早速こいってるうちにとどめじゃん。おーおー、完全に打ち切っていく。あれ、なんでゲージがある人とかも絶対しないんですか。あの、ようないようない全然すればよくない。いや、全然あんましてないから、みんな。あ、そうなんだ。いや、さっきもしてなかったし。
まあガードしても4フレ不利なんで。あー、なるほど。大人情報では神が使えば裏剣術が最強だと。なるほど、なるほどね。すぐそういうこと言うからね、この人。まあ面白いじゃん、そういうこと言う人が。まあまあまあ、いる人いないから、いないけどね、確かに最近。俺そういう人の方が大好きだから。確かに。言ったらちょっと香ばしい人が好きってことでしょ。うん。だって、まあつまんない人はつまんないだろう。まあまあまあね、まあね、刺激が欲しいっすよ、やっぱり。ただ刺激欲しいね、確かにね、うん。さあ、ガロー伝説界のキリングマシーン、上品でした。あっと、コアミスってしまうな。めくってますね。あー、めくれる。強すぎる。どこでもめくれる。弱シル決めて、追いかかる。ダゲージは入ったか。十分体力を奪っているシャンフェ。ハマさん、俺さ、爆裂決めると立っちゃうんだけど、どうすればいいの。そう、病気じゃないの。あ、病気なんだ。今、YD さんしゃがみ直したけど。確かに。まあまあね、やっぱり中断があるから立ちたいよね。またあれ見てからさ、しゃがみ立ちで帰れんのに、うん、なんとか立っちゃうんだ。病気だよね、やっぱり。病気、もう条件反射だと思う。もう確かに。おお、立たなきゃってなっちゃうの。出番が横に入っちゃうっていうことはもうね。雑誌してる間に吐いてるまで待ってるぞ。さあ、まあ、ワンチャンあるっちゃあるのかな、キリングマシン。 あるけど相当終わってんだよね、これ。どうすんだろう。きついでしょうね。相当終わってんだよね、これ。おー、無理やり割っていく。発動したぞ。なんだなんだ、ワンチャンじゃないか。何があんのか分かんないけど、どうせスライディングだろ。あー、はい、ガーキャン待ちかな。冷たかった。あー、ガーキャン待ちかもしれないですね。塾長キャップの2択で出てくるのは、塾長さんがなんか、まあ俺が行くかみたいな、うなずいて。さあ、座った。あ、座りました。どうぞ。さあ、塾長さんのキャラは、塾長さんがよく変わるんだが、よく変わる。ジョン山崎はなんかよく使われてる印象ですけどね。ベニマル取るかケラしとるかみたいな。あ、ベニマル、ベニマル、ケツマルいきましたね。ケツマル対あのなんだっけ、裏タクまであれば全然いける。そうそう、やっぱ飛びが通る。はい、全然飛びが通るんで、これはかなり戦い、ね、これはやはり合わせてくる、はい、合わせてきましたね。やっぱ初手戦大事ですからね。はい。ああ。あ、引っかかる。これ打点が高いですかね、やっぱね、光景、うん。あと、発生早いんで、見てからとか。あ、そうですね、苦しいですね。うまく避けていく。か、ああいうふうに飛びやすいぞと。なるほど。かぶったらもう、ベニマルターンなんで、さあ、止まってしまうと。だから、地上牽制とも結構きついんで。ああ、なるほど。まあ、地上の牽制フルキャラじゃないですよね、たぶん、もともと。しゃがみ D とかぐらいですもんね、はい、MB とか。さあ、近づかれると結構きついから、すごくジャンプ打ってほしいの。あやだし、ランタンとかしていく。まあ、マンパワーですね、これ。今のはすごいな。はい。呼び切ってるな。はい、早出し。なんか、たくまの早出しは綺麗な早出しに見えてしまう、なんか。マジで？うん。なんか、下手に球打ってるからとかって。もう、ロバートの早出しはもう汚い早出しに見えるけど。あれはだって、もう汚すぎるけど。早出しスタートが汚いもん。確かに。もう、ぐちゃぐちゃにしてやるみたいなさ。ガードしてる。ガードポイントだ。ここは投げを確定させる。中段押しこけん、ダメ足。あーっと、確定しない、確定しない。離れましたね、結構ね、今。はい、びっくりした。あ、もしかしたら間に合ってないのかもしれないけどね。うん、11振りしか隙がないから、前10振りじゃないですか、確か。あー、まあ確かそうだよね。まあまあ、ビタ押しがきついかもしれないっていう、はい、単純な話かもしれないけど、でも距離的にちょっと怪しかったけど、今。まあね、ジョンの打鍵結構離れてたね。あ、そう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 。さあ、ガメヤシ汚い、これ。さあ、じゃあダメージ優先で方天部角選択。段階早いのに段階を取らず、裏から小判を通して昇竜やりますね。めくれる。前転ミスかね、今の立ち火は。確かに。てか今立ち A か、立ち A か。 A です、 A です。あ、やっぱ前転ミスでしょうね、じゃあね。緊急ビアなんか上に切るやつなんで。あ、そうかそうか。さあ、シャンフェイが、逆転してしまったので、まずはここはアタガメ足だ。エンジンすげえ強えな。
うわー、ウッド足から入れ込みの中ヘビで、確かなんだけど、持続って11ないんだよね、ナンバ確か。あ、そうなんすか。だからヒットストップ時に確か抜けれたような気がするんだけど、昔の曲なんで曖昧ですけど、まあ、でも明らかに抜けましたね今ね。まあ確かに抜けた今。だデルンザキはどうなんすか。いや、デルンが超有利、デルンが超有利だよね。6ぐらい、そんなもんでいける本当に。あー、まあでもなんだかんだ、まあ距離が大事なのが分かるんですけど、おっと被るぞ、近いぞ。さあこれジレターが負けなゲームになってきましたが、あっとコンボにはいかず、コンボいかない。まあ相手、まあ、確かにこれ倒しきれないんで温存なのか。おーっとジャパン、あーワンチャンス、ワンチャンスだぞ。おーっとジャパン、またやった。しかも後ろ向きだ。おお、やりすぎた、やりすぎた、お前はやりすぎた、やりすぎた。さあ最後に出てくるのはキャップ、最後の人になったキャップ、おいしいとこ取っていくか。キャップ対塾長っていう図は結構 見るんですけど、キャップさん今回はどうなるか。キャップさんなんか面白いキャラ使ってください、面白いキャラ誰か。さあ面白いキャラと言われてちょっと考えているキャップ、動画映えする系のキャラを。動画映えする系のキャラじゃない、草薙とかなんかそういう。えマジで、でも草薙シリーズいつもキャップさん使ってっからさ、別に。あ、そうか、ダメか。キャプさん、ラモンだ。ラモンか。ラモンだ。ベニマル来たら終わりなんだけど。だ、確かに確かに。じゃあ誰でしょう。もうさ、誰かいる。バネッサか。バネッサ、バネッサ使える。キャプさん、バネッサいけるよね。そこ。キャプさんのラモンの顔して結構だぜ。あ、リーナ、リーゴ、リーゴ。アイスイザー。まあ、次誰と塾長が言ってるが、まあやればわかる、やればわかる、やればわかる。誰だよ誰だよと困惑している。さあリンクリス、リンクリス選んでくるのはなんだなんだ。さあまあ草薙今日は、草薙今日は、いやまあまあ確かに使えるキャラ選んできましたね。オーダーセレクト。さっきしただけで誰かわかんないが、対象クリスで誰かすぐわかるっていう。まあ色もあれなんでね、色もあれ、色もあれだからね、あんま選ばれづらいキャラ色をしてるから。あっと、おっと、おっと、絡まれてるぞ。おお、アッパーなんか気が、おお、うまい、うまい、立っちゃったか、今立っちゃいましたね、今ね。さあエンディング起こしていく、まあ最大ですね。なんかエンディング早くなったからエンディング繋がれなかったんだ。そうだよね、連携暴れ潰し、うん、禁止サンディ、このキャラ強くなりましたね、このゲームで強く なったね、だいぶね、だいぶなったね、もうだいぶ次元じゃないよね。キャラが変わったぐらいで距離強くなってる、もう、はい、始まりで突っ込む、帰ってくる。なんかこのホクシー技を出しているだけなんだが、クリストナのキャップで、さあ、取って、さあ、おしゃれ、おしゃれさんが大パンコモダ違うんだぞと、きっちり、きっちり、きっちり見当て、動画映えするコモ選んできた、動画映えするコモ選んできた、確かに、リクエスト通り、さらにゲージ回収ではゲージ回収だと、アピールしている、確かに、動画映えするコモ選んできた、さあ、もう、後がない塾長、後がない塾長、あ今、張りそうだったね、張りそうだったね、今ね、選んでるね、技。ちょっと見てますね、画面を見てますね。さあ連携でガクラチを貯めていく。さあ塾長縮こまってしまってるよ、ちょっと確かにもう萎縮してるね、萎縮してしまってますね、ちょっとね。おお、すごい。さあ塾長が生贄になっちまうか、あー中断、更新の中断がジャンプしてしまっている。エンディー刺していく、見ている巨匠竜、塾長ワンチャンスだ、中断から無理やり暴れていく、中断。さあカラクモ、カラクモ、山田のジャンプに壊れてますよね、壊れて絶対中断なくから、壊れてるんだけどそれだけじゃ勝てない、勝てないっすそうじゃないんだ、そういうゲームじゃねえからって。さあアーマーモードがないこのゲームで、死んじゃったのか、あーミスティル。さあ必要にやっていく、中断からの、あー見えない、下段。さあ簡単の方選んできた、マックスでなかったのに、マックスじゃない、
あいカットのキャップさあカットのキャップこれで終わりですかキャップさんこれ100円っすねすいませんいつも1キロ100円ですいません確かに1キロ100円だいつも1キロ100円ですいませんキャップさんなんか一言お願いしますちょっと高いゲーセンに来ちゃったみたいで1キロゲーセンの店もあるんで確かにしょうがないっすいやでもいつも1クリ100以上の動きしてるじゃないですか一体この50人で何人の屍を気づいてるんですかあなたやばいっす20人ぐらい気づいてるでしょ そこが高いのかもしれない確かに1クリ1回入れたら2円ぐらいだけど結局やべえっつっていや